池山です。当たっています。その池山がセンターへ弾き返します。そして続くハドラーなんですが、試合前のバッティング練習ご覧になってましたね。あのね、この日本に来た頃より非常に良くなってますよね、はい、今日も活躍するんじゃないかなと思ってたんですけどもね。ゲーム前に予言なさってましたよねハドラーのレフトフェンス直撃のツーベースが出ました。ノーアウトでランナーが二塁三塁。8番には偵察メンバーを使って猪俣に対して土橋を入れていた野村監督、ドンピシャリ。はい、もう監督の作戦通り、まあ、のあの土橋としてはね、やっぱり左ピッチャーで打たないと、はい、アピールできませんからね。いいアピールできましたね。それにしても2エンド2からど真ん中のカーブですねそうですね、やっぱり追い込まれたらバッター何でも打つ気でいますからね、はい、そこは甘いカーブはちょっとね。広い球場の左中間第2号スリーラン、スワローズ3対1あっさり逆転。タイガースは3回の裏、松永のヒット、八木のフォアボールでワンアウト1塁2塁としますが、オマリーがピッチャーゴロ、併殺打に倒れて無得点です。まあ、昨日川崎にシャットアウト負けのタイガース、嫌なムード。これはその後のパチョレックの打席ですが、パチョレックね、今シーズン打率が低いんですがね、やっぱりその原因はちょっと引っ張りが強すぎますね。もっと右の方ヒット打たなきゃいけないわけですね。そう思います。新庄もサードファールフライに倒れました。まあ、立ち上がりは高めにボールが行っていた伊藤なんですが、徐々に調子を上げます。4回にはスワローズ1点追加して、タイガース6回から中野浩二がマウンド。これがタイガースこれから浮上の鍵を握ると思うんですが、あ、この前ね、久しぶりに 1勝しましたけれどもね、はい、内容は良くなかったんですよ、まあ、今日どういうピッチングするかなと思って見てましたけれどもね、はい、ワンアウトの後伊藤にピッチャーの伊藤にヒットを打たれました。この後2アウト1塁2塁となって3番の古田ですが、レフトへヒット。そうなんですね。もうあのしなりがないですし、もう本当これぞ置きに行ってるというね、内容がないピッチングを続けてるんでね、ちょっと今一軍で投げるのはちょっと酷かなと、そういう感じがしますね。何かフォームが小さいと言いましょうか、躍動感がないというか、はい、そういう印象ですか。ゴワゴワ投げてるっていうね、そういう印象が強かったですね。広沢の左中間への第14号スリーランで8対1、これで勝負ありました。7回には池山の第16号ソロが出て9対1、スワローズタイガースを3立てで6連勝。スワローズは2位に 5.5 ゲームの差をつけました。はい、阪神はこれで、この3試合投手陣23失点というもう完膚なきまでに打ちのめされたんですけれども、まあ、この時点で借金6、もうこれはもう首位狙いっていうようなおこがましいこと言ってられないと思うんですね。まあ、これからはやっぱりもう一度挑戦者の気持ちを取り戻して、その日その日のゲームをもう完全燃焼する、そのことだけを考えて、1試合1試合大事にやっていただきたいと思います。まあ、去年の阪神はロードに出てすごく調子よくて好調で甲子園に戻ってきたんですよね。去年は夏が調子よかった、そうなんですね。これからという見方もできるんですが、しかしヤクルトに3立て、内容が非常に悪かったです。その分ヤクルトの首位打者、まあ、あの主力打者の成績を見てみますと、6連勝中に池山選手が6割6分6厘、古田選手が6割5分と、はい、いう成績が残っています。打ってますね。これちょっと見た田尾君に聞いてみますか。そうですね、田尾君、はい、ヤクルトの打線、見ててどうです。うん、まあ、あの阪神の投手陣がね、不甲斐ないといえば不甲斐ないんですけれども、うん、それにしても当たってますね、特にあの池山とね、誰だったかな、ハドラーか、ハドラー、この2人はね、やっぱりすごいですね、だけどね、あの今あの非常に調子いいんですけれども、僕は野村監督ね、僕我々が見てるほどにはね、その余裕ないと思うんですよ、っていうのはやっぱりピッチャーが、あの主力の2人がいないっていうことでね、連戦になればなるほど苦しくなる、で今はちょっとあの打撃陣が良すぎるんで、もうちょっとこう不調の人も何人かいてほしいなって、そういう気持ちがあるんじゃないかなって気がしますけどね不調の人いない、まあ、みんなまあまあ調子いいんですよね。あ、そうですか、はい、あ、まあ、だけど 5.5 ゲームっていうのはちょっと抜け出しましたな。まあ、あの2位以下がこう、潰し合いしてますからね、はい、はい、どうもすみません、はい、あのね、中井さんね、はい、ヤクルトね、投手陣がちょっと心配でしょ、伊藤投手、岡林投手、ね、ね、いないですからね、だけどね、はい、投手陣も野手陣がどんどん打つから、はい、それであのなんか野手陣を信頼して、はい、失点を少なく少なくっていう形でね、余裕持って放ってますよね。あ、大きいですね。まず石井投手が初勝利で、川崎投手完封、ピッチャー使ってないんですよね。そうなんですね、はい、これはやっぱりね、野手陣を信頼してるってこと大きいですね、はい、はい、まあ、これからのヤクルトの戦いぶり、明日からは広島、その後は巨人3連戦が待っています。コマーシャルの後はその広島、今日は中日と対戦しました。